今日も加藤キャディあれいろいろこれから詳しい話をしていきたいと思いますがあれから3年経ったってことかな、あのいや3年後ぐらいにまたっつって、あそんな感じだ、うん、そういう存在でいたから、ね、そんなすぐ来ると思わなかったからしかも今回は俺からオファーしたから、ね、間違いない俺もう今年1年試合終わったんだけど、そろそろ何俺に質問ないのって俺からオファーしたもん、ね、そう、まず言いたいことがいくつかあります。ダイヤモンドカップと、そう、うん、ゴルフパートナープラマトーナメント、うんうん、優勝おめでとうございますいやまずそこでしょ、だってそう、それを言いに来た、うん、俺もそうでしょうちょっとだけ待っててもらっていい、このまんま、うんうんうん、このまんまちょっとだけ待っててもらっていい、ちょっとあのワンナップゴルフからですね今平周吾選手に誰映ってる、立ってる状態で映る、立ってる状態、ちょっと待って、いやいい、これ座ったまま、うん、優勝おめでとうございます。マジで、そう、もうこれはもうワンナップゴルフからもうこれ本物やん、あ何言ってんの、これは、うんうん、これちょっと紹介させてもらっていい、これはつくば未来市が誇る朝の青果店でございます。そりゃそうですよ ねそうめんとか、もう、あ、有名なんだ、そう、有名、この辺に住んでるでしょ、もうね、もう同級生のね、染谷くんのね、もうつくば未来市のね、もうナンバーワンの花屋さんです。一軒中一軒とかいやその辺はちょっと、うん、まあでもこれはね、そう、もう地元の、地元のもう絶対そこでこうひろゆきに花束をと思って、そうですよ、もう、え、これ日付言うけど、うん、2月よ、いいんです、俺勝ったの何月、いやだって忙しかったからそうだね、そう、忙しかったから、会えなかったし、そう、まあだから、え、マジでびっくりだわ、うん、今回の動画の、まあ、趣旨でもある、うん、あのなんか言いたいことがあって今日来てもらったために、なんかお疲れ様でしたって言いたい花束でもあったんだけど、でも優勝おめでとうございます、はい、本当に流れ的にもこれがいい、うん、そうです、一番いいです。じゃあ3日家で飾った後、うん、これこのまま集合地送ってみようか、間違いないちょっとくたばった時にねそう、いや、いいです、これは、もう、すいません、これ、ね、多分ね、ちょっと咲きそうだもん、ね、そう、これから、これからですよ、ね、これから、いろんな意味でこれからです、ありがとうございます、うん、すいません、ね、びっくりびっくり、おめでとうって言われることあるけどね、あれは、な、何月、5月、うんうんうん、5月、6月、5月ですね、ゴールデンウィーク後ですね、あれ、飯食ったもんね、そうだ、柏でね、そうだね、そう、だからあれ5月2週連続勝ったから、そうで、うんうんうん、1週目勝った後にたまたまその2週目のゴルフパートナーのプロアマーの宿泊先が柏、そう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 、勤務先のところの、あの東横院、そうだね、柏のね、うん、に泊まってったから、まあ、仕事終わった後ご飯食べたんだね、そう、そしたらその週もというそう、ね、あれはね3週目とかって次の週も言われてたもんね、メディアとかね、そういう出来事が去年、今日出来事があったから、うん、今も2月撮って2月ですけど、その去年あった、ね、それがまあメインで大きい、そうだよね、あれだったかな、うん、近藤さんとのプレーオフの最後のパッティングなんてあれ10メーターぐらいあったの、そうだね、8メーター、ね、8メーターぐらい、あそこ俺ねレイクタウンにいたの、買い物できやしない気になってあれね、ネットで見れたからね、あの試合は、そうそう、俺 YouTube ライブで見てた、あ、そうだそうだ、それでもう通路のところにモールって椅子があったりするじゃない、あそこでもうみんなで見てて、もう買い物どころじゃないよね、プレーオフって優勝も久しぶりだったけど、うん、プレーオフ自体もね、久しぶりで、まあ大月くんと3人のプレーオフだったから、あ、そうだね、最初ね、大月くんが最初ボギー打っちゃったんで、うんうんうん、2ホール目は、うん、なんかあの週ぐらいになんかドライバー変えたりアイアン変えたりとかいろいろ試してやってた時期じゃなかった、そうだね、まあ、結構毎週ドライバーとかアイアンのテストはする子だから、うん、その前の週に勝ってるんだけど、うん、もう次の週にはもう簡単に普通に変えちゃうタイプの子だから、もうパターンに
アイアンにしろドライバーにしろって、それもその日の芝の状態とかでもすぐついもうなるほどね、執着するよりそのフィーリングをすごく大切に、そうそうそう、体の疲れ具合とかもあるんだと思って。なるほどね。でもやっぱり嬉しいでしょ、担いでて優勝って嬉しいんで、ああいうプレースタイルってアメリカの AT&T プラマとかは、まあ石川遼プロの時にやって、うん、あのアマチュアと回ってっていう試合をやったことあるけど、うんうん、まあまあ日本では珍しい、そのアマチュアと回りながらちゃんとした試合をやるっていうのは日本じゃ多分ないないよね、ないから、みんなプロ2人アマ2人、そうホーサムなので、うん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 、普段の試合よりやっぱプレー時間はかかるじゃないですか。そうだよね、3人だもんね普段はね。そう、うん、だからそういうのとかも慣れてない人も多いから、うん、やりにくかったり、まあプロの方がやっぱ当たり前でうまいから、うん、待ち時間ができちゃうこともあるし、なるほどなるほどなるほど、ティーショットみんな打ってセカンド打つまでとか、うんうんうん、まあ、グリーン上も変な話、タイドキャディーで言ったら8人グリーン上にいるわけだから、いろいろ気使いながらやらなきゃいけない部分なんで、うん、まあそういうのは逆に言ったらそういう PGA ツアーで多少慣れてた部分があったから、うん、まあプラスになったのかなっていうふうには思うけど、うんうん、なるほどね、まあ、あとは2コース使うから36ホールそうを予選ラウンドと決勝ラウンドでいろいろ分けたりするから、へえすごい練習ラウンドが大変なんだよね。なるほどね、2コースやんなきゃいけない、そう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 、あってことは決勝ラウンドは1つのコースを使う、そうだから ABAA みたいな感じだ、そう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 、ああなるほどね、 B の方は4日中 1回しか使わないのに、練習ラウンドをどこまでやるかフォーカスしてやるか、はい、それかもう練習戦続いちゃってる時期ぐらいなんで、その B のコースはもうキャディだけに任せるかっていうパターンだったりとか、あ、まあ、いろいろそのチームによって違う、チームっていうかそのタッグによって違 う, そ う, そ う, そうプロを打たないで歩くだけとか、ちなみに今平修のプロは B は見てないです、入場してない、練習ラウンド、あそうなるほど、加藤さんお願いします、じゃあもうひろゆき次第だったみたいなところはあるね、じゃあだからまあ B はそういう意味ではいざ試合の日は、うん、それで いくつだったの、 1回しか回んないコースは、じゃあよかったね、はあ、まあまあそうだよね、だって優勝するぐらいだね、まあ選手もそうだけどやっぱこう下調べというかチェックをやることでやっぱり変な話回らなくても、まあ、きっちりプランが決められるっていうような感じだよね、そうそうそう、うん、今の話的に2週連続の後の方の試合になっちゃった、うんうんうん、だからあれなんだけど、うん、最初に勝ったダイヤモンドなんかそんなこと言ったら、うん、練習ラウンドしてないですあちなみにコースはなんていうコース、大洗フルクラブ、我が茨城県の代表するコースですねだから2022年は女子のプロテストもやったコースなんだけど、うん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 、まあ、10年ぐらい前に試合はやってて、うん、僕はその時石川遼プロのキャディーでやってるから僕はコースは知ってた、うんうんうん、でも周吾はまだその時はまだジュニアだったから初めてのコース、うん、でどういうコースなんですか、まあ大きい試合なんでダイヤモンドって、うんうん、まあ、勝てばアジアンツアーのシードも取れたりとか、ね、全英オープン出場権も取れる大きい試合だから前もってどういうコースなんですかさ、まあ、狭くてこういうコースだよ、うん、言ってんのにもかかわらず練習ラウンド来なかったえじゃあ何話先進むけど全員行ったの、あ全員行ったの、行ったの、そうすごいね、だからちょっといろいろ話がある順番ある、その大洗ゴルフクラブって簡単に言って名門ってみんな言うし、そうみんな行きたい、とにかくその海風と松の木がすごいあったり、狭いんだよ ね狭いよね、でそういうこうタイトなコースじゃない、だから98年かなんかも日本オープンやったりとか秀道さんが勝ったりね、勝ったりとかして、あのコースで練習ラウンドないっていうのはちょっとねすごいっていうか信じられないというか、それでしかも前の週が男子ツアーなくて秋週だったんです、うんうん、そしたらバンバン普通月曜日から練習ラウンド、まあまあまあそうだよね普通考えたらね、そうそう、何やってたんだろう、集合は、ね、
バッグは？バッグは持ってきたよ。ひろゆきが持ってた。うん、前の週試合なかったから持って帰ってた。そう、もう週は。ああ、じゃあバンバン打ったんだろうね。打って疲れちゃったんだな。じゃないと勝てないよ。全然そうだよね。あんな難しいコース。そうなんだ。でもその週はでも練習ラウンド したのかな。ちょっとあんまうろ覚えなんだけど、結構クラブの調整はしたイメージがある。アイアン変えた週だったよね、確か。ロフライをめちゃくちゃいじった。なるほど、微調整を。でアイアンも変えてきたんだね。はいはいはい、その前の週に。あ、だから結構リフレッシュ感がある感じで、うん、その試合の最終日の話ちょっとしていい、うん、17番か18番かな、ティーショットを5番ウッドで打ったよね。そうそう、17番と18番で、17、18、うん、両方とも5番ウッドで打ってた、ね、解説の方が今平選手そう3ウッド持ちましたねっていうアナウンスは知ってたんだけど、うんうん、それ確かね録画かなんかでもうその時点で俺ひろゆきとメールしてた、 LINE してて、5番ウッドで打ったっていうのは知ってたわけよ、うんうんうん、で5番ウッドであのラインにあの距離を打つんだと思って、ね、飛んでたよね。いや主語で5番ウッドを飛ばさないようにと飛ばすように両方打ってて、なんで17、18、5番ウッドで打ったかっていうと、まあ、うん、前の日に、うん、17番ドライバーで打って、うん、左ドッグレッグなんだけど、左の林ギリギリとか、ね、林の上を打たなきゃいけない、うん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 、右に突き抜けやすいから、うん、左ドッグで、そしたら左の木に当たって落ちてこなくて、うん、結局ボール確認できないから OB 扱いになっちゃって、そういうのとかがあったから、うん、いきなり最終日のその70ホール目、うん、ティーグラウンドに着いた時に、うん、結構珍しく相談して何で打てばいいかっていうので、うんうん、まあ5番ウッドを抜いたっていうのは僕もびっくりした。あのホールって昔の人っていうか98年に刻んだ人、いやほとんどいない、うんうん、まあ長いホールだからね、うん、だからすごいいいマネジメントしたなと思って、ね、あの2ホールはね。3番ウッドは入れてたの？入れてる、入れてるんだ。そうだけど左ドッグレッグなんで、うん、より球が捕まりやすいのってそのウッド135って入れてるんだけど、うん、5番ウッド、そうだね、彼の中で5番ウッドだし、うん、ワンチャンスプーンより飛ばすことができる、うんうんうん、打ち方を5番ウッドで知ってる、うん、っていうので5番ウッドだったんで、17番のセカンドショット、そのテレビで聞く限りめちゃくちゃいい音をしてたんだよね、うん、6番か7番ぐらいで打ったでしょセカンド。そうだね、6番やね、あれとかめちゃくちゃいい音しててさ、そうだ、バーディーチャンスだったし、ね、最終ホールのセカンドも8番やかなんか打った時もね、いいとこついてたよね。だから5番ウッド5番ウッドでその優勝争いしてる時にそのティーショットをこうきっちり打てるっていうのはすごいなと思って、うん、あれ見てて桂川君も結構ねすごい頑張っていいとこまでこう行ったりとか、そうそう、最終組じゃなかった、ね、うんね、だから、うん、まあ待ち時間アプローチとパターやったりして待ってたんだけど、うん、3つ前ぐらいだったのかな、うん、でも歓声はやっぱ聞こえるのよ、ね、桂川君が15番のロングでボギー打ったのかな、そうそう、でその16の名物ショートでバーディー取ったじゃない、250ヤードのショートで、ね、うん、海風でアゲウストで、うん、それがなんか10メーターちょっとの入ってた、ね、そうだね、そう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 、真横ぐらいからね、うん、でその時に僕ら17番グリーンにいて並んだなとはもうその時点で分かるから、うんうんうん、そういう流れはあって、いろいろその去年1年間2022年試合を戦ってきて、うん、でそのひろゆきの中で一番パッと頭に思い浮かぶ試合って何かある？プロキャディっていうかキャディやらせてもらって15年目だったんだけど、うん、初めて1試合1試合、うん、1日1日を大事に過ごした年だった2022年って。日曜日試合終わっても、うん、日曜日そのまま次のコースにのある都道府県に、うん、移動して月曜日の朝からコースチェックを必ず去年はしてたのね、うん、言ってたね、うん、でなんでかっていうとキャディに関しては知識だったりとか、うん、そのプロキャディに対しての限界が来てて、うん、もうこれ以上、うん、まあ、ゴルフで言うとこれ以上上手くならない、うん、でプロキャディとしてこれ以上上というか伸びそうにないというか、うん、それぐらい15年もやってたら上手いことできたなって自分の中で思ってたから、これ一日一日を大事にして、うん、
もっと上の何かが見えるかなとかっていうところを探したんだけど、うん、結局大して見つからなかったぶっちゃけ。まあでもプロに対しては月曜日からコースチェック行くことによって情報源はその分集められたから、うん、プラスにはなったと思うんだけど、うん、個人的にあもっとキャディとして上手くなるなっていうのは結局見つからなかったかな。逆を言えばその一試合一試合一生懸命悔いの残らないようなキャディの仕事をちゃんとできてたっていうのもあるだろうね。 その辺はね、まあ、ミスはやっぱ多少あるんで、うん、風の強さだったりとかそのジャッジの部分ではしょうがないこともあるんだけど、まあ、それ以外に関しては結構これ以上キャディとして向上できるかなっていうのは日々考えてたというか、そのために毎日コース行って、とりあえず何か情報を得られるかなとか何かあるかなと思ったんだけど、まあ、これ以上ないなっていうぐらい、まあ、悔いがないように2022年はやった、できたなと。いろいろそのひろゆきの去年やってきた試合の中でそのじゃあこの試合はどうだったのとかっていろいろ聞きたい部分はあるんだけど、そのいろいろやってきた中で去年を振り返るとそういう気持ちに今なってるじゃない。まあ頑張ってきてもうこれ以上はちょっと最高潮でこう繰り返すような感じになってるわけじゃない。で今年はじゃあそれ例えばその気持ちだったらどういうふうにこうキャディをやっていこうっていう気持ちでいる。去年限界までいろいろキャディのことだけを考えるというか、うん、で一生懸命できたから、うん、2023年は、プロキャディをやめピッチを、ああなるほどね。やめちゃうんですか。いやいや、うん、え去年を、まあいろいろね頑張ってきて、でモチベーションのまま今年も行くっていうのが、うん、まあ、この多分話の流れだと思うんでね、で今年はじゃあちょっと変えてみようとか、そういう反応を期待してたけど、やめっぴ、そうやめちょっとね話の整理をつけなきゃいけないんだけど、今平選手のキャディをやめるとかなんかそういうことではない。もうキャディ自体プロキャディをやめる、それで